先日4日にイッチのリュウジン、ヤジが V ライブにて先輩アイドルの恋愛を言及し大きな批判を受けています。放送中ファンのコメントを見ていたリュウジンは突然、クラッシュはもっと税金を払わなければいけないというコメントを読み上げました。ここで言うクラッシュとは韓国の有名な歌手であり、あのレッドベルベットのジョイと恋愛をしている相手でもあります。そしてもっと税金を払った方がいいというのは、韓国のネット利用者の間でよく使われているミームであり、ジョイと付き合っているクラッシュが羨ましいという意味なんですが、わざわざ放送中に先輩の恋愛を言及する必要はないので、隣のヤジはその発言をやり過ごそうと気づかないふりをしていたんですが、親切にもリュジンは小声でジョイ先輩と付き合ってるじゃんとヤジに説明しました。そしてこの発言がとても礼儀のない行為であると韓国ネチズンを中心に批判されましたが、中にはなぜこれが批判されるのかわからないという反応も見られました。しかしこれで批判されているというのはおかしいことなのでしょうか。ジョイやクラッシュたち本人の前でもっと税金を払った方がいいというのなら冗談だと笑い過ごせますが、本人たちもいない数万人が見る生放送中に他人の恋愛に関するこのコメントに笑ってしまうというのは、クラッシュはジョイと付き合ってるから税金をさらに払えということをファンに肯定しているようにも捉えられ、考えの足りない行動だという言葉が出ても仕方のないことなのではないでしょうか。もちろんジョイとクラッシュは公開恋愛中ではあるんですが、最近では当事者であるジョイ、クラッシュもこの私生活の恋愛の様子を全く言及していないし、一般人ではなく影響力のあるアイドルが許可なく、ましてやほとんど交流のない先輩アイドルの私生活をライブで話すのがどうして問題ではないのでしょうか。さらに韓国ネチズンによると、クラッシュはもっと税金を払えというコメントにリュジンが笑ったのは、クラッシュとジョイは全く釣り合っていないからと解釈したからであるとも言われ、ジョイの立場で考えると全く交流のない後輩アイドルに自分たちの恋愛をライブで言及され、クラッシュはもっと税金を払わなければいけないというコメントに笑われるのは、自分たちの恋愛を否定されたような気分になるのではないでしょうか。リュジンも現在 NCT ヘチャンとの恋愛疑惑が騒がれている最中ですが、自分たちの恋愛は言及しないのに他のアイドルの恋愛には触れるのかとリュジンのこの行動に批判が集まっているという状況です。該当のライブは現在消去されていますが、すでにこの映像は大きく広がり、生放送でこれをやるって礼儀がないのか、あの発言は確かに考えがなかったようだという反応が寄せられていますが、皆さんはどう思いますか。